あー、聞こえる？これ聞こえる？OK ね。なんかさ、警察鬼のように押しかけてきてさ、今。加藤さんの家に暴行予告が入っているんで、飛んできましたみたいな。犯人に心覚えはありますかっつって、金髪長め、白いマスク、黒パーカー、フード付き、11時16分に生放送していた、タレント加藤純一のところに暴れ、加藤と純一のところに暴れ込むっていう通報が入ってますみたいな。俺さ、一人だけマジで心覚えなくて、いや、本当ないです、ないです、つって。金髪長め、白いマスク、黒パーカーって公平じゃねえよな。俺公平だったら被害取り下げるんだけど。心当たりがあるから。これ、なんか、みんな心当たりありますか？心当たり。もうみんながあったらその人の名前とかもう全部、もう教えてくんない？俺に。もうめんどくさい。あ、こいつ、あ、いた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 。なんかツイッターとか教えてよ。そしてもうそれも警察に言っても終わりにしたいわ。名前とかわかんねえの？公平じゃねえかよ、これ、おい。この人なの？この人なの？この人なの？この人、俺この人知らないんだけど、この人なの？この人なの？よかった、ありがとう。じゃあもう、めんどくさいから、もう、俺はもう関与しないから、一切。一切関与しません。なんで、もう、皆さんも、なんかこういうのに踊らされて、なんか、通報するのやめてください。めんどくさいんで、逆に。やめてください。逮捕するかとかわかんない。じゃ、それがさ、いやもう交番のないないの話でもう終わらしていいっすよって言ったんだけど、いやなんか大阪でとある事件があって、こういうのは絶対に見過ごせないんで刑事課に電話しますって言われて。新宿警察署の刑事課に電話し始めてさ、今日何時から何時まで何予定がありますかって言われて、俺今日19時から21時まで生放送の本番がありますとか言ったら、じゃあその時間までいますとか言ってさ、もうやめてくんない？何やってる方ですか？って、いや、ニコニコ動画で生放送したりしてますって。生放送何してるんですか？って、なんかいろいろ、自分でやったり、公式放送出たりしてますって。事務所に入ってるんですか？って、いや、ムラッシュっていう会社に入ってますって。何人いるんですか？二人です。二人！みたいな。軽くディスられつつ、聴取を受けてきました。で、刑事課に電話して、まあまあ、個人事務所のちっちゃい事務所なんですけど、つって。いや、デブのおっさんが、もうなんで、もうみんな本当にね、うちね、結構頑丈なロックがあって、まずオートロックで管理人さんがいるのね。んで、なんか入ってきて、もう、分厚い扉で、バールでもこじ開けられない分厚い扉で守られてるから、俺が通報するから、もし万が一命の危険を感じたら、うちの視聴者は何もしないでください。めんどくさいんで。やめてください。何かあったら僕が通報しますって言ったから。いや、そういうわけにはいかないんで、今。レジリアの前、警察で 3人いるからな。加藤さんは家の中に、なんかすげえ VIP、バラク・オバマみたいな扱いを受けてるからな、今俺。いや、こういうのはちょっと何て言うの、見過ごしてると、なんか事件があった時にめんどくさいんで、つって。忙しいから、警察も。しかもさ、一番怖いのがさ、なんていうの？通報した人が俺の家の住所がっちり知ってたっていう。部屋番号までがっちり知ってて、すぐ来ましたっつって。そっちの方が怖いんだけど、犯人は住所知らないみたいだけど、通報した人は知ってましたよっつって、心当たりありますかって言われて、いや、全然ないっすっつって。もうニコニコのこと洗いざらい言われちゃいますよ。だとしたらちょっと。おい、あれ？あれ？なんか空耳が。あれ？混戦？どうした？何？なんだこれ？もしもし？もしもし、誰？うんこちゃんですけど。あ、何言ってんすか？出勤おめでとうございます。してねえわ！あ、してない。いるわけないだろ、そんなのは。じゃあなんでいないのよ。
何なのよ、何寝坊か。いや寝坊はしてないです、もうがっちり起きてます、しっかり。何よ、セラさんと一緒にしないでください。え、そうだよ、寝坊だったら坊主だからな。そうだよ、出勤じゃなくても坂田は次寝坊したらクビなんだぞ。寝坊だろ。寝坊じゃ聞いてください。じゃあなんでいないのよ、今日お休みした理由を。うん、なんだよ。あの僕ですね、暴行予告を受けてしまいまして。暴行予告、はい、おしっこがいっぱい溜まっているっていうこと。それはその、いや、そっちじゃなくて、どっち、なんかあいつんち乗り込んでってやるみたいな。僕もちょっと詳しくはまだ言えないんですけど、なんか言われて、え、何昼にいきなり君の家に行くぞみたいな暴行予告みたいなものが今日あったの、はいはい、あって、僕のその視聴者さんから警察に通報が入って、あ、視聴者さんが心配してくれて、警察を呼んで、はい、で、うん、僕警察のチャイムで起きたんですよ。あ、警察が来たんだ。うん、ピンポンって、なんだろうと思って。あ、じゃあ君今留置場なの？ちげえわ。何もしてないわ俺は。ちゃんと青年潔白な綺麗な人間ですよ僕は。え、で、何全然どうなったの？それでだからまあいろいろ話して、で最初は全然ね、交番のおまわりさんが見回りに来てくれて大丈夫ですかみたいな話だったんですよ。まあな、はいはい。で、まあ多分いたずらだから大丈夫ですよっていう話で終わったんですね一旦。はい。で、まあでも一応心配だけど30分ぐらい家の前で見回りしときますねっていう話を交番のお守りさんが言ってくれたんですよ。いい人だ、うん、そう、すげえいいおじさんで、うん、あ、まあじゃあ念のため一応ありがとうございますなんて話してて、そのね、警察の交番のお守りさんがその、うん、予告した犯人ツイッターを知ってて監視してたんですよ。おお、すごい。そしたらリアルタイムでその人が新宿着いたから愛知県今から行くって枠取ってニコ生で、うわ、ガチでもう中継しながら向かってたんだ。マジ張り込み状態だ。そう、うん、それでびっくりしたって思われたんが、なんかその本部に連絡してなんかスワットみたいな人がいっぱい来たって犯人が今からマジ、え、あの透明なシールドみたいな持った人たちが、すげえ、そこまではなんか防弾チョッキ着た人たちが5人ぐらい回ってきてくれて、うわ、すげえ。そんでなんか家も入ってきて、いや大丈夫ですかみたいなんで、いろいろ事情全部説明して、多分こういう事情だと思いますって話をしたんですね。大事になっちゃったんだ。そう、すげえ大事になっちゃって、それで一応今日その、ね、ニコラジっていうお仕事が池袋でありますっていう話をしたら、一応その、まあね、何が起こるかわからないから今日はちょっと自宅で待機をしていてもらって、そうか、そういう指導を受けちゃったわけだ。いや、指導というか、まあ、強制力はないけど、一応加藤さんの身も心配だし、例えばそこにいるゲストの方だとか観覧に来てるお客さんに迷惑かかってるかもしれないから、一応今日はちょっとお休みしていただくことは可能ですかっていう話を受けて、いや可能じゃないよ、まあ、そんな簡単に休めるわけないじゃん番組が。冗談じゃないよ。俺本番前と知り合いないよ、マナさん。いいか、番組終わったら俺とセラで結局お前家行くからな。番組終わったら行くぞお前の家に、この野郎。住所やめてくださいよ。だから、まあ、確かにそうだなと思って、今日は大事を取って一応電話での出演という形になってます。いや